で、前から俺言ってるように、泣ける怪談というテーマでね、うん、一冊出したいということで、ずっと原稿を、まあ、書いてて、もうほとんどもう5、60書けたんで、うんうん、この夏ぐらいに出せる可能性はあるんやけどね。で、じゃあ、ほんならみんな聞いてもらってる人とかは、じゃあもう泣ける怪談って例えばどんな話やねんとかね、ジーンとくる話とかあるんやけども、うん、いうのが、やっぱり知り、もしかしたらまあそういう話好きな人はね、じゃあ、どんな話をまとめてんねん、みたいなことで、こう、聞きたいかな、という人が、おるかもしれへんので、うん、この中の一つをちょっと、言ってもよろしいかね。ああ、はい、うん。で、こういう雰囲気の話を本にしますよ、という感じなんやけどね。うんうん、それをちょっと一つをお話しさせてもらいます。はい。ですね。これは、まあ、うん、A さんとしましょうか。A さんという人が、体験したことないけれどもね、その人は、小さい頃から猫を飼ってたんですよね。うん、で、その猫というのは、代々名前は、タマちゃん。うん、で、初代のタマ。これは、A さんが5歳の頃に家に来てた猫だよね。うん、で、そのタマとの思い出、彼との思い出は、まあ、A さんが幼かったせいもあって、それほど印象深いものはないんやけれども、うん、それでもある日、こんなことがあったんですね。で、それは、お母さんとすぐ近くの裏山にね、まあ散歩に行った時のことなんやけど、普段はめったに行けへん山道を猫歩いてると、待ち伏せていたかみたいな感じで、追いかけてきたのか分からへんねんけれども、そのタマが自分たちが歩いてる先にちょこんと座って待ってた。うん、で、A さん驚いて、あ、タマ！大きな声を叫ぶんですよね。うん、呼んでみたんですよね。すると、タマはなんか悲しい目をして、私をしばらく彼をじーっと見た後ね、尻尾を下げてとぼとぼとぼと、山の中に入ってしまった。で、A さんはまあ幼い心にも、その玉の目の憂いみたいなものが分かったらしいんですよ。うん、玉、どうしたんや、どこ行くんや、ご飯の時までに帰ってくるんやで、そういうふうに言った。で、玉はその時声が聞こえたのが一瞬こう足を止めたように見えたんやけれども、うん、後ろ姿はずっと、と山の造形の中に消えていってしまったんですね。うん、で、それ以来タマは二度と家に帰ってくることはなかった。うん、それが私たちとの彼らとのタマとの最後の別れや。うん、で、お母さんがね、いや猫というのはね、死んじゃう時に姿を消すんだよ。まあ寂しそうにお母さんがそう言うんやけれども。その言葉が妙にこう胸に突き刺さった。それから、まあ数年が経ったんですよ。うん、で、A さんは小学校3年生ぐらいになったんですね。で、その時に我が家に、その家に2代目のタマがやってくることになるんですよ。うん、で、ある日ですね、山へ遊びに行った A さん、突然のその大雨に遭遇してしまったんですね。で、ものすごい大雨。叩きつけるような雨粒を受けて、ズボレになって走ってたら、激しいその雨音の中から弱々しい子猫の鳴き声がかすかに聞こえてきた。めぇ、めぇ、ぎゃお、ぎゃお、いう感じでね。え？と思って、A さん足を止めた。あたりを見ましたら、濡れそぼった段ボール箱がポーンと置いてあるね。で、え、この中から聞こえてると思って、その中を見たら、もう痩せ細って、雨に打たれてブルブル震えてる。でも懸命に泣いてる子猫がいた。で、3匹いたんやけれども、3匹の子猫のうち2匹はもうすでにボロ雑巾のようになって死んで。で、A さんはもう何も考えずに、その2匹のね、亡くなってる兄弟たちに手を合わせて、で、もう1匹、必死でその A さんにすがりつこうとしている残った1匹を服の中で抱きかかえたんですよね。で、彼はもう家に向かって全速力で駆けた。走っていった。
で、袋の中でブル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 最初震えてた子猫も、家に着く頃には安心したのか、もう喉をゴロ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 鳴らしてね、その、A さんの腕の中でもじーっとして。で、家帰ってきて、猫が捨てられてたんやでー、そう言って奥に向かって大声で叫んだんですよね。うん、で、彼は自分より先にもう乾いたタオルでその子猫の体をね、きれいに拭いてやって、まあ、猫を自分のその、膝の上に抱いた。で、こうしてまあその日からね、たま二代目との生活が始まったわけです。で、A さんは、何回もね、その、なんか見る、その忘れられない夢というのが実はあるんですよね。で、それはどういう夢か言うと、それは初代のタマとの別れの光景なんですよ。うん、で、ただね、いつやったか忘れたんやけれども、一回だけ違う夢を見たらしいんですね。で、それは、どんなか話か言うと、夢で言うと、柔らかい、まあ、木漏れ日がずっと降り注いでる、もう気持ちいい山道があったんやけれども、うん、まあ、その山道を夢の中で見ても、やっぱりそのあの日のね、そのタマとの別れのあった悲しい思いとこう重なるわけやけれども、うん、その山道をずっと夢の中で歩いてると、その山道の先にやっぱりタマがいてるんですよ、初代のね。うん、で、A さんが、あ、タマ？というふうに叫ぶと、タマがふっとこう振り向く。ここまでは、まあ今まで見た夢と同じなんですよ。うん、で違うのはここからなんですね。で、何が違うこと言うと、タマが振り向くと、ありがとうというような笑顔になったらしいんですよね。猫が笑顔になるっていうのは変やけれども、まあそういうふうに彼には見えた。で、不思議なことに、彼が拾ってきた、その二代目の玉、子猫に、ふっと姿を変えるんですよ。で、次の瞬間、彼の、A さんの腕の中で、痩せ細った体をブル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 震わせながら、まあ、一生懸命喉を鳴らす子猫に変わるんですね。で、会いたかったよ、というように、まるで、この子はそう言ってるかのように、喉を鳴らし続けたらしいんですよ。ということは、山の中に消えた初代の玉が子猫になって戻ってきたような、そんな夢やったんですよね。うん、で、彼は思ったのは、いや、もしかしたらこれは本当に玉が姿を変えて、自分の元へ戻ってきてくれたのかもしれへんな、っていうふうに思ったんですよ。うん、で、まあ、彼にとってはね、A さんにとっては、この二代目の子猫、触れてた子猫のこの玉との思い出がやっぱり一番強いらしいんですよね。うん、で、彼はね、あの、一人っ子なんです。で、一人っ子の彼は、まるでその、猫が自分の兄弟のように思えて、ものすごく嬉しかったんですね。で、ただその、二代目玉というのは、いつもその鼻からね、鼻水をタラ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 垂らしてるような鼻炎猫やったんですよね。うん、で、くしゃみを、して、猫でもくしゃみするからね、鼻水を撒き散らしながら、まあ、彼の布団に入ってくる。せやけど、入ってきて腕を枕にして、まあ、眠るね、玉を見てると彼は、全くそれは汚いとは思わなかった。で、彼が中学になって、そしてまあ、高校生になって。で、クラブ活動をやってたので、まあ、結構遅くなることもあったんやけれども、そんな時にね、帰り道の、途中で、タマは必ず待っていてくれたらしいんですよ。で、それは、うん、晴れた日だけやなしにね、雨の日とか、あるいは雪の日までもね、寒さを我慢してじーっと待っててくれたんです。で、帰りの時間が多少クラブで遅れたとしても、彼は、タマは律儀に道の途中でじーっと待っててくれた。で、彼はいつもね、タマ、ありがとうね、そういうふうに声をかけて、まあ一緒に家に帰るのが、まあ常にやったわけですよ。で、A さんのその数歩先を、玉がね、トン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 トと歩いていって、で、時々後ろを振り返って、A さんがついてきてるのかどうかをこう確かめる。で、まるでその道を先導するかのようにね、歩いていくんですよね。そういう玉との
いい思い出がずーっと何日も続いたんやけれども、やっぱりそんな愛すべき妻とも、いつ、別れの時がね、ひっそりと実は訪れてたんですよ。で、A さんが高校に入って数ヶ月経った時、